共産党の正体、東京都で今、築地の移転問題で豊洲がですね、便箋に汚れてるとか、盛り土をしてなかったとか、いろんな問題があって、テレビはもう格好の材料が来たということで飛びついておりますが、この問題でですね、私はもうつくづく思ったんですが、その番組に共産党の都議の方が出てきたんですね。今度は共産党の人がですね、築地のその盛り土が一部されてないというのを視察に行って写真に撮って、それが大騒ぎの原因になってですね、共産党が随分やっぱり都民のために考えているというような印象がありました。私もですね、実は番組が始まって、共産党の都議の人が出てきて、いろいろご説明するのを聞いてたら、最初のうちはですね、確かに共産党も悪くないなと。言ってることもやってることも少しおかしいけれども、こうやって具体的なその弁前汚染の問題なんか出てくるとですね、自民党とか民進党は陰に隠れているような感じがするけれども、共産党はちゃんとこう庶民のためにですね、毒物を見に行ったりしてるな。だから時々、共産党ない方がいいって言ってもですね、共産党ぐらいしか自民党のチェックをしないという感想を持ってる人が多いんですけども、確かにその通りだなと思って、番組の途中ぐらいまではそうだったんですよ。ところが番組の最終段階になってですね、この豊洲の問題の審議会というか、市場審議会っていうんですかね、市場の審議会、東京都の、その様子の説明になってですね、その共産党の人が、私はこう言いましたっていうこと言われるから、審議会っていうのはもちろんこの議員さんも審議会の委員になってるわけですから、もちろん発言していいんですけれども、その議員さんは議会という場があるんですよね。それから議会には委員会もありますから、発言する場はいっぱいあるんですね。審議会ったらどっちかっていうとですね、議員さんが発言しちゃいけないってことないんですけども、有識者、大学の先生とかいろんな評論家とか一般の人とか、そういう人で審議会の委員の人がですね、都民の立場で述べるというのが、都民の立場というか専門家として都民の立場で述べるというのが、審議会なんですよ、普通。ですから審議会の委員というのは、もちろん今度の豊洲の問題なんかは非常に興味があるわけですから、その中で行われたもんですからね。しかもそこに出席した局長は豊洲の問題に一切触れないと。信頼性のある都政をやっていきたいぐらいしか言わないと。そしたらもう当然ですね、当然興味があるわけですから、その議員さんじゃなくて、その大学の先生とかそういう先生が質問するはずなんですよ。僕がいましたら必ず質問しました。そこで私がテレビでその共産党の議員さんにですね、大学の先生はご質問されましたか？一般の人はご質問されましたか？って聞いたんですよ。そしたら私は質問したって言うんですよ。だからそれは分かっておりますと。共産党が、その質問したのは分かるけども、それは、議員さんだから、一般の方は、大学の先生とか質問されましたかと聞いたらですね、怒り出しちゃったんですよ。私が質問したって言ってるじゃないですかと。いや、それはそうなんだけど、この世の中は共産党だけでできてるわけじゃないわけですし、特に議会じゃなくて審議会ですから、要するに一般の人からの質問っていうのを僕は、どういう状態かっていうのを聞いたんですね。そこにはその議員さんが出席されてたから、その状態を聞いたわけですよ。そしたらですね、全然質問がなかったって言ってるじゃないですかと、こういうふうに非常に怒ったので、僕はあなたのことを非難してんじゃないんですよ。私が聞いてるのは普通の人が質問したかということを聞いてるんですよ。大学の先生が質問しないってことになると御用学者みたいですからねと、こう言ったんですよ。で、話はそこで終わったんですが、その後、その議員さんがですね、鉛筆を投げ出してブリブリ怒って帰ったって言うんですよ。それで私ね、ああ、なるほど、共産党に対する私たちの不信感ってのはそれにあるし、ソ連も中共も北朝鮮も同じだなと思ったんですが、今まで共産党っていうのは、国民のために、一生懸命やってくれる党だと思ってたんですけども、思ってたっていうか、表面上はそうだけど、なんだかおかしいなと思ってたんですけど、分かったんですけども、はっきり、共産党は党のためにやってるんですよ。確かにそういえばですね、ソ連も共産党政権になって、国民のためと称しながら、
スターリンは何千万、何百万人という人を殺し、経済は非常に悪くなり、70年近くで転覆しましたね。中国はまだひっくり返っておりませんが、東ヨーロッパの例えばルーマニアなんかはチャウセスクがいたりですね、しましたけども、超豪華な生活をして庶民はもう苦しんで、これも銃殺されましたね、夫婦ともに。それから中国もそうですね、共産党員はものすごくいい生活してるんですよ。それからまあもちろん北朝鮮は幹部でも座り方が悪いって銃殺されたりしてますね。つまり共産党っていうのは今まで考えてみると当たり前なんですが、国民のためにやってんじゃないんですよ。党のためにやって、党が一番偉いんですよ。だからその党の、都議さんもですね、共産党はこうした、共産党はこうしたっていうことばっかなんですよ。共産党の宣伝ばっか。もちろん共産党だけが悪いんじゃないんですよ。政治は国民のために活動するんですが、官僚は天下りのため、自民党はお金のため、民進党は議員に自分がなるため、そして共産党は党のためで、一体政治は国民のために、やるのにもかかわらず、国民のためにやる政党は全然ないということなんですね。これ一体どういうことですかね。官僚が天下りのためにやってるのはもう間違いないんですよ。自民党がお金のためであることもほぼ間違いない。それから民進党がおかしいのはやっぱり政治じゃなくて自分が議員として活動したいからなんですね。で、共産党はまあ党のために活動する。だから私は党の、共産党はこうやりました、共産党はこうやりました、そんなこと分かってますよと言って聞いてもですね、そうすると共産党がこう発言したんだ、だから俺たち偉いだろうってその議員さんが言うんですけど、僕はいや、それはまあ分かったんだけど、だからアナウンサーもそれをフォローしてくれましたね。共産党が写真撮ってくれたことで大変によく我々も分かったと言ってフォローしてくれましたが、私の聞いてるのは審議会における状態を聞いてる方に伝えようと思って、審議会に出てた共産党の人に聞いたわけですよ。だからかなりしつこく聞いて、相手も怒ったんですけど、だけども共産党のことを僕ら知りたいんじゃないんですよ。僕らが知りたいのは東京都のこの問題について知りたいんですよ。それで視聴者の方も見ておられるんだから、共産党が質問したってことは我々国民には何の意味もないんですよ。それはもう全く意味がなくて、国民がどう考えるかっていう材料をテレビが与えるということなんですね。まあ私、番組の全般でやや、共産党に対する印象が良くなったんですけど、また最後の方でドスーンと落ちてですね、ダメだ、共産党が政権取ったらもう全部党員は繁栄するけども、国民は悲惨な目に遭うという、まあ、ロシアも中国も北朝鮮も、ルーマニアもみんなそうだったけど、それがまた起こるのかと、まあ、こういうふうに思いました。共産党の正体見たなっていう感じですね。私が質問したって言ってるじゃないですかと。いや、まあ、それはそうなんだけど、この世の中は共産党だけでできてるわけじゃないわけですし、特に議会じゃなくて審議会ですから、その要するに一般の人からの質問っていうのを僕はどういう状態かっていうのを聞いたんですね。そこにはその議員さんが出席されてたから、その状態を聞いたわけですよ。したらですね、まあ、全然質問がなかったって言ってるじゃないですかと、こういうふうに非常に怒ったので、僕はあなたのことを非難してんじゃないんですよ。私が聞いてるのは普通の人が質問したかということを聞いてるんですよ。大学の先生が質問しないということになると御用学者みたいですからねと、こう言ったんですよ。で、まあ話はそこで終わったんですが、その後なんかその議員さんがですね、鉛筆を投げ出してブリブリ怒って帰ったって言うんですよ。それで私ね、ああ、なるほど。共産党に対する私たちの不信感ってのはそれにあるし、ソ連も中共も北朝鮮も同じだなと思ったんですが、今まで共産党っていうのは、国民のために、一生懸命やってくれる党だと思ってたんですけども、思ってたっていうか、まあ表面上はそうだけど、なんだかおかしいなと思ってたんですけど、分かったんですよ。これもはっきり。共産党は党のためにやってるんですよ。確かにそういえばですね、ソ連も共産党政権になって、国民のためと称しながら、スターリンは何千万、何百万人という人を殺し、経済は非常に悪くなり、70年近くで転覆しましたね。
中国はまだひっくり返っておりませんが、東ヨーロッパの例えばルーマニアなんかはチャウセスクがいたりですねしましたけども、超豪華な生活をして庶民はもう苦しんで、これも銃殺されましたね、夫婦ともに。それから中国もそうですね、共産党員はものすごくいい生活してるんですよ。それからまあもちろん北朝鮮はなんか幹部でも座り方が悪いって銃殺されたりしてますね。つまり共産党っていうのは今まで考えてみると当たり前なんですが、国民のためにやってんじゃないんですよ。毒物を見に行ったりしてるな。だからまあ時々、まあ、共産党ない方がいいって言ってもですね、まあ、共産党ぐらいしか自民党のチェックをしないという感想を持ってる人が多いんですけども、確かにその通りだなと思って、番組の途中ぐらいまではそうだったんですよ。ところが番組の最終段階になってですね、この豊洲の問題の審議会というか市場審議会っていうんですかね、市場の審議会、東京都のその様子の説明になってですね、その共産党の人が私はこう言いましたっていうことを言われるから、審議会っていうのはもちろんこの議員さんも審議会の委員になってるわけですから、もちろん発言していいんですけれども、その議員さんは議会という場があるんですよね。それから議会には委員会もありますから発言する場はいっぱいあるんですね。審議会ったらどっちかっていうとですね、まあ議員さんが発言しちゃいけないってことないんですけども、有識者、まあ、大学の先生とかいろんな評論家とか一般の人とかそういう人で審議会の委員の人がですね、共産党の正体、まあ、東京都で今築地の移転問題で豊洲がですね、便箋に汚れてるとか盛り土をしてなかったとか、まあ、いろんな問題があって、まあ、テレビはもう格好の材料が来たということで飛びついておりますが、この問題でですね、私はもうつくづく思ったんですが、その番組に共産党の都議の方が出てきたんですね。今度は共産党の人がですね、築地のその盛り土が一部されてないというのを視察に行って写真に撮って、それがまあ大騒ぎの原因になってですね、まあ、共産党が随分やっぱり都民のために考えているというような印象がありました。私もですね、実は番組が始まって、共産党の都議の人が出てきて、まあ、いろいろご説明するのを聞いてたら、最初のうちはですね、確かに共産党も悪くないなと、まあ言ってることもやってることも少しおかしいけれども、まあ、こうやって具体的なその便箋汚染の問題なんか出てくるとですね、自民党とか民進党は陰に隠れているような感じがするけれども、共産党はちゃんとこう庶民のためにですね、都民の立場で述べるというのが、都民の立場というか専門家として都民の立場で述べるというのが、まあ、審議会なんですよ、普通。ですから審議会の委員というのは、もちろん今度の豊洲の問題なんかは非常に興味があるわけですから、その中で行われたもんですからね。しかもそこに出席した局長は豊洲の問題に一切触れないと、信頼性のある都政をやっていきたいぐらいしか言わないと。そしたらもう当然ですね、当然興味があるわけですから、その議員さんじゃなくて、その大学の先生とかそういう先生が質問するはずなんですよ。僕がいましたら必ず質問しました。そこで私がテレビでその共産党の議員さんにですね、大学の先生はご質問されましたか、一般の人はご質問されましたかって聞いたんですよ。そしたら私は質問したって言うんですよ。だから それは分かっておりますと、共産党がその質問したのは分かるけども、それはまあ議員さんだから、一般の方は大学の先生とか質問されましたかと聞いたらですね、怒り出しちゃったんですよ。共産党の都議の人が出てきて、まあ、いろいろご説明するのを聞いてたら、最初のうちはですね、確かに共産党も悪くないなと、まあ言ってることもやってることも少しおかしいけれども、まあ、こうやって具体的なその便箋汚染の問題なんか出てくるとですね、自民党とか民進党は陰に隠れているような感じがするけれども、今回になってですね、この豊洲の問題の審議会というか市場審議会というんですかね、市場の審議会、東京都のその様子の説明になってですね、その共産党の人が私はこう言いましたっていうことを言われるから、審議会というのは共産党の正体、東京都で今築地の移転問題で豊洲がですね、便箋に汚れてるとか盛り土をしてなかったとか、まあ、いろんな問題があって、
まあ、テレビはもう格好の材料が来たということで飛びついておりますが、この問題でですね、私はもうつくづく思ったんですが、その番組に共産党の都議の、共産党はちゃんとこう、庶民のためにですね、毒物を見に行ったりしてるな。だからまあ時々、まあ共産党ない方がいいって言ってもですね、まあ共産党ぐらいしか自民党のチェックをしないという、感想を持ってる人が多いんですけども、確かにその通りだなと思って、番組の途中ぐらいまではそうだったんですよ。ところが番組の最終段方が出てきたんですね。今度は共産党の人がですね、築地のその、盛り土が一部されてないというのを視察に行って写真に撮って、それがまあ大騒ぎの原因になってですね、まあ共産党が随分やっぱり都民のために考えているというような印象がありました。私もですね、実は番組が始まって、